本当に同じような展開で、逆に今日最初出だしがハイスコアで、まあ、僕らのやりたいバスケット、まあ、前半は1点差で負けてたんですけど、まあ、ペースを上げるっていうところで、まあ、後半それが効いてしっかり勝ち切れたっていうのは良かったかなと思います。今日はグラントが0点で、そんな中でも他の選手6人2桁得点してたので、まあ、最後の加藤、山崎っていう2ガードの若手のコンビが、まあ、しっかりクロージングとして、まあ、やってくれたっていうところは大きかったかなと思います。そうで、この6連戦が本当大事っていうのは分かってて、まあ、そこでしっかりこう勝ち越せたっていうのは、まあ、チームとして成長してるのかなと思います。で、まあ、プレーオフに向けてもう一段階上げれるように、残りの8試合を無駄にせず、しかもまずは来週のホームで皆さんにこう喜んでもらえるように、無事6連戦を終えて5勝1敗と、とてもいい成績を収めたので、この調子でプレーオフ勝ち切って B2 上がりましょう。今日は